ただきたいと存じます、はい、よろしくお願いいたします。第10次提言の取りまとめに向け精力的にご理論をいただいておりますことに感謝申し上げます。子どもたちの豊かな心や人間性を育むには子どもたちが家族と共に休日を過ごし地域の行事に参加することなどにより絆を深めることが重要であります。また子ども時代の楽しい経験は自己肯定感を高める上でも重要であります。本日示されました提言案においてはこのような観点からのさまざまな取り組みがまとめられています。具体的には妊娠、子育て、就学以降まで切れ目のない形で家庭や子どもを支援するため福祉・教育の連携強化と関係者の間の仕組み作りが挙げられています。こうした取り組みを行う中家庭や地域の教育力を高めるためには特に大人が子どもに向き合う時間を確保することが必要であります。このため政府としては地域ごとの学校休業日の分散化を図るキッズウィークなどの取り組みを進めたいと考えています。例えば夏休みなどの一部を他の時期に移し月曜から金曜を休業日とすることで休園中になります。大人が子どもと一緒に過ごす時間を多く確保するため学校の休業日について全国で一律ではなく地域の実情に合わせながら分散化しようという取り組みであります。例えばですね、夏休みを短くして冬休みを長くしている地域ではその冬休みを活用することも考えられるわけであります。ゴールデンウィークなどの時期、どこもかしこも交通大渋滞であります。大混雑で疲れ果てる、料金も高く出費がかさむ、ひいては、出かけるのも嫌になってしまうと、こういう負のサイクルを打ち破るためのチャレンジであります。この取り組みは教育的な効果はもちろんのこと観光需要の平準化や地域活性化などに資することにもなります。先ほども少し申し上げましたが実際にですね家族でスポーツをしたり自然の中で遊んだことが多かった人は自己肯定感が高いという、調査結果もあるわけであります。これが定着するため企業においても有給休暇の取得を促進するなど官民を挙げて働き方改革をさらに進めていくことが大切です。今後国においては官民からなる総合推進会議の設置地域においては関係者による協議会の設置を進め官民挙げた休み方改革を進めてまいります。また教師が子どもと向き合う時間をしっかりと確保することも極めて重要であります。今後教師が担うべき業務の生鮮明確化を図り学校事務の効率化や部活動指導員の配置などにより教師が担うべき業務に集中できる環境づくりを進めていきます。合わせて教育相談機能の強化や専科指導の導入などチーム学校による指導体制の充実を図ります。政府として教師の働き方改革をしっかり進めてまいります。委員の皆様におかれましては最終的な提言の取りまとめに向けて本日も積極的なご議論をいただくとともに教育再生の着実な推進に向けご協力をよろしくお願いを申し上げます。